はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、50歳糖尿、うつ、不安症、腎臓結石でも YouTube は続けますというタイトルのミスター M さんの動画でございました。このアカウント名が50歳からネットビジネスで成功する方法ということなんで、多分チャンネル登録された方は、同じぐらいの年代の方が多いと思うんですよ。で、そういう方がね、ネットビジネスで成功するぞっていう風な気持ちでミスター M さんの動画を見ると思うんですけども、どうですかね、成功しそうだな、これは自分もミスター M さんみたいにやってみようっていうふうに思わせてくれるような動画をね、やっぱり搭載しないといけないと思うんですよね。その中でも今回のこのタイトルの動画っていうのは、そんな厳しい状況でもネットビジネスにこうね、チャレンジしてるんだ、すごいなって思わせるようなパワーは感じるんですよね。だからそれは本当にその通りだと思うんですけども、やっぱこれからね、ミスター M さんがこうやって動画を積み上げていくときに、じゃあどこに向かっているのか、自分はどういうふうになるつもりでそれをやっているのかっていうことを同時に示せると、とってもね、見てる方も励まされるのかなと思うわけなんですよね。ですから私がね、評価めいたことを言うわけではないんですけども、今回和佐大輔さんのこともね、お話に出てましたけども、結構有名な方でね、ネットビジネスされてる方はみんなご存知だとは思うんですけども、この方もね、17歳の時に半身不随になって、それから稼ぎ始めたと。で、その方に影響を受けて、私もその一人なんですけども、同じようにね、情報ビジネスで人の役に立って稼いでいくっていう道をいくつも引いたわけなんですよね。そういう意味で言うと、多くの方に、ものすごく勇気を与えたりとかね、励ましを与えている人だと思うんですよ。さあ、ここで、ね、今回の私の一つ、お言葉と言いますかメッセージなんですけども、やっぱりね、人に期待とか勇気とか希望を与えるような、そういうような動画っていうのがね、これからもっともっと必要になると思うんですよ。特に世の中本当に今鬱蒼としてますんでね、ですからこう心をね、癒してくれるような、そんな動画があるといいなということで、今回ね、そういうふうなミスター M さんの厳しい状況、私もアメリカに行く時いろいろとね、お話聞かせていただきましたけども、その中からね、何とかしようと思うその精神力を今回の動画で見せてくれたのかなと思います。これからもね、こういう動画を挟みながら、多くの方、本当にこれからね、40代50代で職もないしお金もないし、家族ともなんかいまいち反りが合わないんだよなって方も結構いると思うんですよ。でそういう方のね、そういう方に背中を見せてあげれるような、そんな動画をね、もっともっと作っていけると思いますんで、頑張ってくださいということで、頑張ってくださいということで締めちゃうと、私もね、こうした方がいいよってものが今回ないんですけども、いやでもね、聞き入ってしまいました。10分の動画でしたけどもね、動画説明欄からミスター M さんの話ぜひね、聞いていただきたいと思います。ではミスター M さん、明日もね、動画お待ちしております。あとね、ちょっと私心配になってきたんですけども、あれこれやりすぎると本当に倒れちゃうような気がしますんで、1個で突き抜けていくっていうのがいいのかなと思いますよね。でもどの1個を選ぶのかっていうのがなかなか難しいですよね。FX どうしたのかな。 FX 結構昨日今日と稼ぎ場ですよということでございます。それではまたね、本当体大事なんで無理されないでくださいね。それでは失礼します。